こんにちは。こんにちは。はい、石井です。岩沢です。はい、今日はですね、基礎火災2022年結果発表ということでお伝えしていきたいと思っております。よろしくお願いします。え、そもそも基礎火災って何？そうですよね、全然わかんない。はい、で、基礎火災っていうのはですね、あの基礎科に通ってくれてる皆さんの、うん、まあ、集大成って感じですね。まあ、やっぱデッサンとかこう頑張ってやっていくんですけど、うん、やっぱ自分の作りたいものってなんだろう、作ってみましょうよということで、うんうん、最後のこう集大成として、まあ、自由性策定基礎火災っていうのを毎年やっております。なるほど、オリジナルな作品ですね。はい、そうなんです。で、これ実はちょっとね、時間経っちゃったんですけど、3月にあの実際会場でこう展示してたんですけど、本当はその会場で表彰とかドーンってやりたいんですけど、うんうん、ご時世ということで、まあね、あんまりね、多くの人においでおいでっていうのもできないので、投票をね、ホームページ上でやっていくという形をここ数年取ってます。なんとかじゃあ集計が、はい、集計ができまして、出揃いましたので、今日はその紹介を、はいはい、していきたいと思います。よーい、よし。まあ、実際会場で展示しつつ、こうホームページがございました、うんうん、基礎火災2022ということで、はい、でこれ DM ですね、展覧会のお知らせ、DM、これもね、皆さんですあの書いてもらって、その中から選ばれた。で、 DM は DM でですね、こうみんなに書いてもらって、こう今年はこれを行くぞっていうのを選ぶということでやっております。これは、まあ、あの選ばれたこのグランプリの子は、うん、いろんなところに DM として配られたんですけども、はいはいはい、めちゃくちゃポップですね。ポップですね。やっぱ DM だから目立たないとね、うん、なんだこれって手に取ってもらわないといけないですからね。はい、ということで、うん、ね、作品はね、全228点。お、結構ですね。ありますよ。出ましたね。はい、で本当に結構みんなそれぞれね、バリエーションがある作品が並んだと思いますし、うん、あと結構最近ね、そのデジタルとかの描画もそうだし、うん、映像とかなんか増えてきましたね。そうですね、結構そういうのがなんか身近になってきてんだなっていうのは、うん、感じますね。結構見せ方もみんな勉強してきてて、うんうんうん、デジタルの作品でも出力する指示体、紙とかキャンバスとか選んで、うんうんうん、しかも額装とかもね、そういうのも工夫してるし、立体映像も、まあ、ただ作って展示するだけじゃなくて、どのように展示したらかっこよく見えるかとか結構考えて、今年はやってる子多かったかな感じはしますね。はい、はい、で本当にあの投票もあのたくさんの方にしていただきましたけど、ちょっと見るだけでもね、うん、なかなか大変な量ではあるんですが、あの結構皆さんしっかり見ていただいたのかなっていうのは、うんうん、感想です。ありがとうございました。おい、さあということで、うん、この作品の中からですね、上位3位、人気投票の、人気投票の、うん、はい、ちょっと見ていってみたいと思います。はい、どんなのが来るんでしょうね。どんなのが来るんでしょうか。はい、じゃあいきます。じゃあまず第3位、お、はい、こちらでございます。おめでとうございます。おめでとうございます。第3位、はい、タイトルはですね、猫が歩くバラ園のプロムナードと、かっこいい渋いタイトルですね、はい、そうなんです。これに関してはね、作者はね、中学生、中学生、はい、はぁ、なんかすごく作り込みが細かいですね。うん、これ何で作ってるんですか。ステンドグラス風の絵にしたいってことで、切り絵ですか。あ、うん、あのね、紙をこう切って貼り合わせて描いてるそうです。ちなみにプロムナードっていうのはなんか遊歩道とか散歩っていう意味らしいんですけど、まあ、多分バラ園のそういう遊歩道にいた猫を観察したのかな。なんか猫の表情とかもいいですよね。なんかね、ちょっとこっち見てたらね、そうそう、結構可愛らしい、そうね、いいですよね。結構色の構成とかもバランスいいと思いますよ。あ、なるほどなるほど、うん、やっぱり猫って人気もありますし、目につくんですよね、うんうんうん、僕もね、この作品好きだなと思ってたんで。あ、そうですか。選ばれるんだろうなっていうのはなんとなくは思ってました。というところで、じゃあまずこれ第3位、第3位、ね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。それではじゃあ第2位いってみましょうか。はい、はい、さあこちらでございます。第2位、はい、ヌカピーってなんぞや。ヌカピーってなんぞや。なんぞや。なんでしょうね。なんでしょうね。ヌカピーってなんですか。割とどこにでもいるヌカピーズ感。あ、でこれがあれだ。実際の会場ではあの立体と本で展示してあったんですね、うん。そうでしたね。そうだそうだ。結構こういうね、本の形に仕立てられていて、うん、あ、ヌカピーの生態と書いてありますよ。疑問に答えてますよ。はい。本当に図鑑っぽくなってるんですね。うん。結構本当にいそうですね。なんかね、設定がすごいたくさん書いてありますね。こっちみんなと書いてある。いっぱいいますね。
ああ本当だ、結構想像力がすごいんでしょうね。本当にそれぞれ結構バリエーションもあるし、でもこのピとかヌとか割とこうちょっと気になる言葉なんで、ヌどもとかがやっぱ言いやすいっていうか覚えやすいような、あーキャッチーさね、キャッチーさがあるのかな、大事ですよね、うん、大きさあ大きさの比率か、あと書きということで、あちょっと書いてます、落書きから生まれたヌカピーという、なるほどね、ことだそうで、ね、なんか最初はね、あの本とかだとやっぱりデジタルツールでやってるけど、うん、最初は鉛筆とかこう手書きの感じで作ってたんですね。何から作品が生まれるかって本当分かんないですね、うんうんうん、こういう本当に落書きっぽいところからこれをアートにしたいと思ったんでしょうね、うん、すごいね、住処まで、はい、こういうなんか裏表紙も出版社が自転車みたいな、ね、自転車このバーコードもね、このバーコードは果たしていくらになるか、はい、はい、ということでおめでとうございます、はい、第2位おめでとうございます。さあじゃあいきますか、第1位ですか、ね、第1位です、じゃあちょっと見ていこうと思います、はい、第1位、杉本エイタの自画像1位、おめでとうございま す。なんか自分の名前自画像だからねガツッと載ってますけども、まあ、堂々たる第1位と1位ですね、いうことで、ね、結構やっぱり目立ちますね、ガツッとね、これ今画像ですけど、うん、本物はね割と大きいサイズで、うんうんうん、ドカッと自画像だったんで、まあ、遠目からも目を引く作品でしたよね、うん、でこれもね結構本人とちょっと話聞いたんですけど、おめでとうございますということで、まあ嬉しいですって言ってくれたんですけど、うん、結構ね見てくれてて、実は去年の基礎科祭のなんか1位がこの人気投票の1位と工芸家賞、ね、2冠取ってたりしたんです、僕なんかもう1個賞があったらもっと嬉しかったですでも嬉しいですっていうちょっと上を見つつも、まあ、喜んでくれましたけど、野望が強い子だからね、うん、だから結構基礎科の時も、うん、そのやりたいこととかこだわりが結構強い生徒だったんで、デッサン、ね、なかなかちょっと完成は毎回しなかったんだけども、うん、そういうこだわりがもうこのオリジナル作品に全部打ち込まれて、うん、クオリティ高い作品になったから、まあ、僕としては嬉しいというか、よくここまで、ね、結構本人がねもう狙いとして目立つ絵にしたいっていうのはもう最初から考えてやってたみたいですね、あの目立つ絵にしたいみたいな自分の気持ちの強さもあるんですけど、うんうん、割とね技法的にもいろいろ考えてやってたみたいで、まあ、絵の具はねアクリル絵の具での制作だそうなんですけど、うんうん、いや技法とかも詳しく分かんないけど、でもなんかこう後ろのちょっと出っ張ってるところ、うん、平らなところとか意識的に作ったりとか、人の目線が集まるようなどうしたらいいかなっていうのはすごい考えながら話してくれましたね。色もねなんか背景は鮮やかなサイドの強い赤に対して、うん、画像の方はモノトーン、うんまあ、とはいえ青とか、あそう青をね入れてるって言ってました、うん、背景の赤に対してちょっと青っぽい色を意識的に使ってるっていうのを話してましたね。だから結構色のそういうバランス全部鮮やかにするんじゃなくて、鈍い色と鮮やかな色をぶつけて、しかも明度明るさとか暗さの差とかも考えて本人をやったんだと思うんで、なかなか考えられて作ったんだなって感じはしますね、はい、うん、ということで、うん、これが第1位ということでおめでとうございます。おめでとうございます。ということで、はいはい、発表は以上です、ね、もちろんあの受賞した皆さんもねおめでとうございますという感じなんですけど、うん、人にねなかなか作品見てもらう機会も貴重な体験なので、ちょっとこれをみんな糧にして、そう、はい、進んでいってもらいたいなというところでしょうか。続けてねみんな頑張ってください。じゃあということで、結構初ナビこの時期続くんですよね、うん、この後もオリジナル作品展オリジナル作品展があるそうなので、ちょっとその後のお話とか聞いてみましょうか。誰に聞きましょうね。聞きましょうか。ちょっと呼んできますね。はいはいはい、ということで、ね、基礎科祭が、はい、いや、よかったですよ。終わりました。終わりました、ね、いや素晴らしい作品でしたね。あ、学院長の佐藤さん、佐藤さん、ありがとうございます。出ましたね。はい、はい、いやー、ほんと基礎科祭ね、よかったけれど、うん、この後はですね、受験科の展示あるんですよ、うん、オリジナル作品展です。これはもうね、受験生がもうほんとね、もうすんごいこう力をこうして、こうして、うらっ、ーんってこう、あの本当にね、あの素晴らしい作品を今もうちょっと作ってますよ。高校3年生と、はい、中間無声、中間無声とかね、うん、本心込めた作品ですから、うん、数もいっぱいありますし、ほんとぜひ楽しみにしてください、うん、ということで、じゃあちょっとオリジナル作品展を楽しみにしつつ、はい、はいはい、さよならさよなら